あなた、聞いて、もうすぐ網が。あれ？あなた、どこ？って荷物が、ない。ん、これは、お金？お幸せに、そんな、あの人を。はぁ、嫌なこと思い出しちゃったな。早く帰ろう。ふぅふぅ、できた、パパ。ああ。じゃあ、パパの似顔絵描いたの。はぁ？頑張って描いたの。どう？嬉しい？ビリビリビリー。え？嬉しいわけねえだろ、気持ち悪い。そんな、ひどいよ。ただいまーって、アミ？ちょっとあなたどういうこと？どうして？アミはパパのこと大好きで。どうしてお前のことが大嫌いだからだよ。俺お前の本当の父親じゃねえから。ちょっと、私の名前はアズマ。数年前に結婚し疑似家で暮らしている。今旦那がいたことは嘘ではない。アミは私の連れ子だった。パパはアミのパパじゃないの。アミ、違うの。あなたどうしてよ。こんな自分の娘でもない捨て子の父親ごっこはもううんざりなんだよ。もうやめてよ。おい、また底辺読めたそのブスガキがわめき腐ってんのか。お母さん、この人アミに本当の父親じゃないとか言い出して。それがどうした。本当のことだろうが、こいつは父親に捨てられた哀れなガキだろうが。嘘。ちょっとやめて。この際教えといてやるよ。いいか、アミ。てめえはどっかのオスの汚い汁でできたわけのわからん汚いガキじゃ。本当の娘とも思ってねえし、わしらはてめえのことが大嫌いだからな、覚えとけ。いくらなんでもひどすぎでしょ。黙れ。専業主婦カス嫁と血もつながってないガキの寄生虫2匹を疑似一家に住まわせてやってんだ。むしろ感謝しろ。感謝料として財布から金抜いてくぞ。はぁ、ちょっと。株式会社マザコン代表取締役兼現役ワールドマザコングランプリ最低最悪下道の部1位の旦那と妖怪極悪チンペラシュートメンは私の財布からお金を抜き取り出ていった。ママ、アミにはパパがいないの？アミ、大丈夫だからね。だから泣かないで。私はアミをなだめることしかできなかった。旦那とシュートメはアミを娘として大事にする気はない。それが分かってしまった今、アミのためにもこれ以上この家にはいられない。私は両親を亡くし、実家もなかったため、すぐには出ていくことができなかった。私が働いて引っ越し資金を貯めるしかない。私はとあるスイーツバーに働きに出るようになった。そのスイーツバーには、駄菓子屋さんも併設されているため、アミもよく遊びに来るようになった。いやー、アスナさん、こんなパッパラ忙しデーに入ってくれて助かりましたよ。いえいえ、どんどん働きますよ。へへへ。アミもお手伝いする。アミちゃんはダメ。これでも食べてて。はぁ、甘っ。何これ。俺の新作ケーキ。はぁ、おいしい。マジやった。兄ちゃんよかったね。徹夜して作った甲斐があったね。うるさい。カランコロンカラン。あ、カズマくん、どうしたの。明日遠足出る。父ちゃんと駄菓子買いに来て。はじめまして、アミちゃん。いつもカズマがお世話になってます。はじめまして。遠足のお菓子は5万円分まで。おい、アスナ、こっからここまで全部くれ。父ちゃんが払うから。え？遠足超えて移住レベルで買ってない？こら、カズマ、お前どこの貴族だ。お菓子は500円までだ。あと、アスナさんだろ。呼び捨てするな。すみません、うちのバカ息子が。いえ。ちぇ、うめえ本50分しか買えなかった。十分だろ。てかなんだよ、暗殺デリシャスパン味って。ほら帰るぞ。いやアミー、じゃあまた明日ね。お菓子交換しような。アミー、どうしたの。いや、実は私は旦那と姑のことやアミの父親のことを話した。そうだったのか。アミちゃん、これ。え、これお菓子。明日持って行って。そんな、いいですよ。いいんだ。じゃあ俺からも。おい、500円超えてる。大丈夫だよ。セール価格ってことにしちゃえば、うめえ棒は1本1円、かばやきくん棒1円。いや、この際計算面倒だから全部1円で。いや、太っ腹爆発駄菓子屋倒産レベルですよそれ。レイお兄ちゃん、さつきお兄ちゃん、本当に本当にありがとう。
どういたま二人とも、本当にありがとうございます。家では旦那の姑もアミのことを無視するので、ルイ君とサツキ君が、アミを妹のように可愛がってくれることが、本当に嬉しかった。そして翌日、みんなと一緒に遠足のバスを待っていたのだが。待って次は勝てるから。え、パパとおばあちゃん、パチンコ屋さん、今日はとりあえず嫁の貯金で勘弁してくれ。はぁ、それでも足りひんのじゃばけ、ええ加減にしとれよ。ママの親父、こいつらもうやっちゃいましょうや。そうだな。うん、おお、待ってくれ、いいもんがある。え、じゃあ突然旦那が網を見つけ引っ張った。パン、こいつでどうにかなりませんか、俺の娘です。え、はぁ、自分のガキ手にかけるとはいい度胸じゃねえか。仕方ないですよ。はい、組長さん、抜くもん抜き取って OK ですので。え、アミ、やだ、怖い、怖いよ。おとなしくしろや。お前みたいなゴミを家に住まわせてやってんだ、ちょっとは役に立てや、ゴミ。あ、シュートメはアミを組長に押し付けた。いや、怖いよ、ウレウレウレで。どうしやす。悪いがガキに手つける趣味はね。いや、煮るなり焼くなり何でも。黙れ、ガキはめんどくせえんだよ。サツもしつこいからな。え、ほらガキ、てめえもさっさとどっか行け、目障りなんだよ。帰るぞ。え、はい。お前ら、次会った時金用意できてなかったらマジでただじゃ済まさねえからな。ヤクザたちはそう言い残し去っていった。だからどうしたって。め、捨て子の分際で何様だこれ。ママのお金、取っちゃダメ。何？てめえこの野郎、ママになんて口聞いてんだかな。あ、やめて、お兄ちゃんにもらったアミのお菓子。くしょ。先生、あそこ。ち、帰るぞ。担任の先生が来ると旦那たちはその場を去っていった。さっきのってお家の人？うん、平日からパチンコ？それに今の。アミちゃん、何か困ったことあったらルカに言ってね。先生最強だから。アミ、お菓子分けてやるからもう泣くな。ほら行くぞ。うん、ありがとう。ルカ先生や周りの友達のおかげもあって、アミは遠足を楽しんだ。そして夕方。ち、あさって返済なのに金のあてもねえし、ガキにはバレるし。こうなったら、ママ、もうあいつ使っちゃおうよ。あ？ママのためにこんなの用意してたんだ。これは。おお、早速今日始めるぞ。できるだけバレない方法でな。バリーバリー、くっくっくっ。ガチャ。ああ、楽しかった。ママ、ただいまって。ママはお仕事だった。おお、アミ帰ったのか。え、さっきは本当に悪かったよ、可愛い孫なのに。楽しかったか娘、パパに話聞かせてくれよ。え、あ、アミね、こんな大きな恐竜の化石見たの。そりゃよかったな。あ、そうだ、お土産のキーホルダー買ったの、プレゼントあげる。おお、パパ嬉しいぞ。さあご飯食べよう、ママがカレー作ってくれたぞ。ほんと？はーい。よーく噛んで食べろよ。うん、いただきます。ハム、ザク、ボタン。いやはは、面白い、一口でノックアウトしやがった。痛い、おばあちゃん、なにこ。どうだアミ、おばあちゃん特製のガラス入りカレーは、特製スパイスはてめえの血だ。お前が見たのがいけないんだぞ。パパ、助け。お前のパパじゃねえよ、パパって呼ぶな。ドス、ドク。気絶しやがったぜ。け、こんなキーホルダーなんかいらねえよ。バキ。その辺にしておけ。さっさと証拠を消して沈める準備しろ。旦那と姑は準備を始めた。一方その頃。おいおい、なんでお前までついてくんだよ。アスナが働き始めたって聞いたから、ミサ様お手製ストロングハンバーグ持ってくだけだぞ。ハルはママの激マズ兵器の被害者を減らしたいだけだよ。なんか言ったか。なんでもない。義士のミサと娘のハルは私に料理を届けようと家に向かっていた。よし、あとはこいつをしば。おーい、帰ったぞ。なに？おい出てこいや、マザコン。誰もいねえのか。入るよ。大変だ。
アミが倒れた。え、なんだって、アミ？ミスター、助けてくれ。私たちが帰ったらアミが倒れてたんだ。口から血が出てる。早く救急車を。アミはすぐに緊急搬送された。病院から私にも連絡があり、すぐに向かった。今はショックで意識が戻らない状態です。アミ、そんな。命に別状はありません。それよりも変なことがあって。え、口の中にガラスの破片が刺さっていたんです。はぁ、ガラス。自分からガラスを食べるバカはいない。食べ物に入ってたら普通は気づく。限りなく分かりづらい方法で口にしたんだ。嘘でしょ。とにかく家に戻ろう。私たちは急いで帰宅し、家中を調べたがガラスらしきものは見当たらなかった。私たちは旦那と姑を問い詰めたが、知らんの一点張りで逃げるように外出した。その後話を聞きつけた早乙女兄弟も駆けつけ、私がアミと一緒にいてあげれば。落ち着け、アスナ。そうですよ、落ち込み、フォールダウン、涙、ポロポロフェイスは NG ですよ。アスナさん、兄ちゃんにもこの通りウサギのコスプレさせますから。ピョコってやらねえよ。いや、どこからそのコスプレセット持ってきたの。とにかく犯人はババアとマザコンで間違いない。なんでわかる。それにあの時間、家にはマザコンとババアしかいなかった。時間帯からして晩御飯のカレーに仕込まれたんだと思う。へそ、それじゃあマザコンとババアがカレーにガラスを。でも証拠がないんだ。さっきゴミ箱見てもあいつらの部屋見ても何もなかったんだよ。試しに晩飯のカレーも全部食ったけどうまかった。おー、ありがとう。って言うんですか、その感想。危ないですよ、もしガラスが入ってたら。あいつらは証拠を隠してる。外に探しに行こう。早乙女の兄ちゃん、ちょっと。ん、ゴニョゴニョ。オッケー、了解。道中ひざくりげー。ふん、私たちは外に出た。ここはゴミ捨て場。はい、手袋とマスク。よし、全部あげるぞ。え、私たちはゴミを漁った。すると、って、これはガラス。こっちにも。犯人はやっぱりあいつらだ。嘘でしょ、本当にあの人たちが。許せねえ、何が目的でこんなことしやがったんだ、クソボケが。うお、うっせえ姉ちゃん。アズナ、カズマくん。私たちがゴミ捨て場にいると、突然アミの同級生のカズマくんが現れた。どうしてここに。アミが入院したって聞いた。俺、見たんだ、遠足の時にアミがおっさんとババアに脅されてたの。あー、それマジか。ママ、やかましすぎてカズマくん耳栓つけ出したからやめてあげなよ。おっさんとクソキモババア、パチンコから出て怖い奴らと一緒にいたんだ。借金がなんとかって言ってた。借金、怖い奴ら、もしかしてヤクザ。なーにー、ウソ、あの人たちヤクザにまで。おーい、走りすぎ。だって見つけちゃったんだもん。サツキくん、ハルさんの言われた通り、これ。突然さつきくんが書類を渡してきた。これは、え、どうして、なんでアミの名前が。バーバーの部屋の引き出しにあったよ、この書類。借金、すべてつながった。で、どうする。ギリギリ命保てる程度に爆発。デコピンアート一発で HP ゼロになるレベルまで爆発。とどめの一発は俺にやらせてください、兄貴。おう、いてもうたれや、カズマ。いや、二人とも極道映画みたいなのやめて。春の読みが正しければあいつらはもう一度動く。そこをママはゴニョゴニョ、早乙女兄ちゃんたちはゴニョゴニョ、カズマはゴニョゴニョ、あとの人は大変遺憾ながらベンチで。了解。え、今遠回しに主人公に戦略外通告した。私たちはそれぞれ家に帰った。アミ、翌日アミは目を覚ましたが、当時のことは覚えておらず、先生からはショックで一時的に記憶を失っていると説明を受けた。その夜、さっさとあいつかっさらって沈めるぞ。そうだな、例のものはあるか。ああ、今度こそ。よし、おい、クソ警備員ども、見舞いだ、さっさとどけ。はーい。ちっ、どけ、クソ底辺どもが。ただいま、ターゲット通過。ガラガラー、ピッ。せやせや、うん、おやおや、身起きたかい。おばちゃん、アミや、お腹空いてないか。え、母さんが特製のおかゆをわざわざお前のために作ってくれたぞ。おかゆ、変な匂い、やだ。黙れ、このガキ。あ、
ガラスの時の恐怖が再びアミの脳裏に蘇り、アミは意識を失った。旦那と姑はアミの口を無理やり開き、お疲れ連れ子の肝ガキ、わざわざ俺らの金のために生まれてきてくれてありがとうや。しぶといガキが今すぐこれ飲ませてぶち殺してや。ある、ちゃんと取れたか。あ、誰かいんのか。バッチリだよ。そうか、だったら遠慮はいらねえな。もう我慢できねえぞ。おなんだ、ありゃ。突然ベッドの下からミサが旦那と姑のすねに思い切り蹴りを入れ、二人が倒れた。同じくベッドの下に隠れていた私は急いでアミを保護した。誰だいきなり。クソタミな、アスナ、クソ嫁てめえ、おかしい。ミサは二人の頭を掴んだ。てめえの相手はこの私だ。全部聞かせてもらったぞ、クソババアとゲスキムマザコン野郎。アミにガラス食わせたのはやっぱりてめえだったんだね。な、ミサ、どうしてここ。その手に持ってるものはなんだ。コソ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 クズコイやりやがって、ただで済むと思うなよ。姉ちゃん話を聞いてくれ。このよそのガキをぶち殺せば家に金が。やかましいんじゃ。全身悪性腫瘍、クソ親子でもノコノコこの部屋に入ってきたこと全細胞で後悔させてやんよ。さてさてさて、お待ちかねの妖怪メス末子供虐待家同役診察の時間じゃ。オラオラオラ、バン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 。ミサは両手で旦那と姑の頭をつかみ床に打ち付け始めた。いや、切れすぎて顔面ツインドラムしちゃってるよ。今日もしっかり人間やめちゃってるよ。ミサ違うんだ、落ち着け。私らはこのガキが腹減ってると思って。ああ、何が違うんだてめえ。随分うまそうな飯持ってんじゃねえか。何ぶち込んだらこんなケミカル臭い飯になるんだ。答えてみろよ。次は顔面シンバルじゃ。おら、ゴン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 。姉ちゃん、これは別に何も入ってな。嘘つくなよ、マザコン偏差値オーバー200男。この部屋入ってきた時、おかゆに大量の漂白剤混ぜてただろうが。ほら見てみろ、ババアとマザコン。あんたのバッグにしっかりボトル入ってるじゃない。それは何がの間違いじゃ。これは美味しい普通のおかゆじゃ、このバカども。そんなにうめえならお前が食えよ、ババア。カズマくん、おっしゃー。容赦というワードを知らないとんでもカズマくんが姑の顔に思いっきりおかゆをぶっかけた。私の綺麗な顔が、美人の顔が、黄金比の顔が、スベスベの顔が、唯一無二の顔が、全人類のオスが惚れ散らかす顔が、水水水水。いいよ、全米が首をかしげる人類史上ナンバーワンのナルシスト、妖怪課題評価ババア。ただのおかゆなのになんで焦り散らかしてんだ。おい珍獣マサコン、これが普通のおかゆか。それはてめえも私が食わせてやっからよ。あんしろや、全部詰め込んでやるからよ。あーおら。やめろやめろ。おい逃げるぞ。パン、あ、おい待てよ罪人。姑と旦那は必死に逃げ出した。捕まってたまる。あれれ、そんなに急いでどこに行こうとしてるの。ドーン、逃がさない。ガシッよ。旦那と姑が部屋を出ようとすると、サツキくんとルイくんが入り口を塞いだ。サツキくん、ルイくん、お前ら、俺らの妹のアミちゃんをよくも。お前はさっきのクソ底辺警備員ども。覚えていただいて光栄です。こらこら、踊らないの。クソ底辺って悪口言われたのよ。ここは病院だぞクソが。てめえら誰にこんな許可得て、こんな子。僕だよ。はぁ、先生。突然先生がやってきた。僕はここの院長、そしてアミちゃんの担当医だ。人の病院で私の大事な患者に毒盛ろうとするあなた方は一体誰に許可をもらってそんなことをしているんですか。それはくぇ、正論言われて石みたいに固まってやんの。よ、正論メデューサ。いいよ、変な名前つけるのやめてあげて。正論で攻撃するとドキュンが石になる、だから正論メデューサ。いや、めったに笑わないくせにどこに積もってるのってことで、てめえらの逃げ場はねえよ、ドベクソネズミ玉。さっさとベタバコ行け。はあ、誰が刑務所なんか行くんだよバカどもが。そうだそうだ、証拠がなきゃ警察は動けねえんだよ。さすが元ヤンバカ姉貴とアホそうなガキ。あなたね、おまけにこのチンパンどもに協力したボンクラドクターがいたもんだ。こりゃ傑作チーム無能の出来上がりだが。そう言うと思ったから、証拠は見つけてきたよバカども。オラよ。ああ、ガッシャーン。ハルが姑たちの前に袋を投げた。中見てみろよ。お前らチンパンが隠蔽しようとしたガラスだよ。なんだと。しっかりカレーが付着してる。あれは
ちゃんと捨てたはずじゃ。お前らの隠した証拠なんて2秒で見つかるんだよバーカ。いや2秒は盛りすぎ。この人を傷つけることしか脳がないアンポンタン、アンポンタン、アンポンテストのアホアホ三段活用どもが。いやえぐい活用だな我が娘よ。くそお前らいらんことを。そんなもん俺らがやったって。うっせえや。バシッ。カズマくんが旦那に壊れたキーホルダーを投げつけた。あ、なんだこれ。はあ、こんなものが何の。それはあの日遠足で行った博物館でアミがみんなのためにって買った限定のキーホルダーだ。ゴミ袋に入ってた。もうお前らなんかのためにアミはせっかく買ったってのに。死ね、マジで死ね、100回死ね。いやめっちゃいい証拠提示シーンだったのに、後半感情むき出しチャイルドになるのやめえ。それにあんたらがアミちゃんにかけた生命保険の契約書もあるよ。てめえらヤクザに借金してたんだってな。それでアミに保険かけて殺そうとしたんだろ。なに、それはちゃんと金庫にしまってた、うん、てめえ開けやがったのか。それに今日のお前らの行動だってこの部屋で春がずっと録画してた。1から100までパーフェクト証拠コンプリート政治、言い逃れできないわよ。くそー、このカス使ってやっと借金が返せそうだったのにな。ガラガラ。院長さん。突然サングラスをかけた男が病室に入ってきた。こいつ遠足の時にこのクズたちと一緒にいた悪いやつだ。え、ってことはこの人が借金取りのヤクザか。どうして助けに来てくれたんですか。お前らがいるって聞いてな。そうなんだよ、まさに今このガキで組長さんの借金を返そうと思ってた時によ、このゴミどもが邪魔しやがったんだよクスンが。そうか。ほんとてめえやんのか。アミに指一本触れてみろ、組ごと壊滅させやっからな。ミサさん怖いもの知らず。組長さんが来たからにはお前らみたいな仇はもうおしまいだよ。おら、旦那はアミを掴んだ。ちょっとやめて。抵抗すんな、さっさとそのガキをよくせや、ボーゲ。やー、先生、その子から離れろ。ポーン。うぎゃ。旦那と姑が私とアミを殴ろうとしたその瞬間、組長さんが私をかばい二人を突き飛ばした。どういうつもりだ兄ちゃん。何これ、珍百景だよ。もう何が何だかだな。おお、組長さん急になんだよ。借金ならこのガキで返すって言ってるだ。黙れ、アミは俺の子だ。はぁ、ひ、ふ、へ、お、ま、み、って魔行まで行かなくていいよ。なな、何言ってるんだ。組長はサングラスを外し、久しぶりだな、アスナ。銀次、おい、アスナ、どういうことだ。この人、10年前に失踪した元旦那よ。うわ、しっかりしろ。なんでお前が貧血を起こしてる。どうしてここに、どうして今まで。おら、このバカだれ。あいだ。突然カズマくんが銀次に旦那が踏みつぶしたキーホルダーを投げつけた。え、お前のせいでアミは辛い思いしたんだぞ。この愛情のかけらもないボケカスゴミクソアンパンタンおたんこなすアホンダラ野郎どもに無視されて傷つけられて。落ち着け。カズマ、この人はアミのことを思って今まで消えてたんだよ。え、どういうこと？その子の言う通りだ。二人とも苦労かけたな。お前がアミを妊娠した時、俺は嬉しかったんだ。でも俺はヤクザだった。いや、早よ言うとけ、事前に言うとけ、初対面で言うとけ、時すでに遅し後の末に。その時俺は組の中でもまだ下っ端だった。正直小指でも詰めて組を抜けようかと思った。でもちょうどその時組長が亡くなったんだ。組長は後目を指名していなかった。ただ死に際に組長は、アヒラウヒと言い残してこの世を去った。組内ではこのアヒラウヒとは阿弥陀じではないかという意見が強くなり。なんでだよ、組員全員バカなの。親父は絶対という組の掟のもと、血が一滴も流れない後目争い、極道阿弥陀じが行われ、あれよあれよと俺が組長になった。あれマジで組長最後なんて言ったかわからん。何？アヒラウヒって。いや平和への、あんたらの組は遊びかい。こうして俺はヤクザの道から引けなくなった。当然俺が組長になることに不満を持っている連中も大勢いた。敵対勢力ももちろん俺を狙ってくる。そんな奴らは俺の家族も狙ってくる。だからあの時お金を置いて。俺はお前やアミを危険な目に遭わせたくなかった。アミをヤクザの子にしたくなかった。だからお前の妊娠が発覚した時、俺は消えるしかなかったんだ。金はせめてもの償いだった。そんな、まさか組長さんがアミの、だ
だから言っただろうが、アミは大事にしろって。お前が殺して保険金で借金返済言うから。はあ、ママ全部ママが計画した子。やかましいカスども見苦しいなすりつけ合いしてんじゃねえ。俺はお前がアミにガラスを食わせたことも今日のことも知ってんだ。てめえらアミをよくも傷つけやがったな。ただじゃ済まさねえ、てめえらまとめて警察。おお、組長さん、てめえの言う通りだ。こいつら生かしちゃおけねえよね。え、ママ、ミサさん、何を部屋とチェリーしたのか。ミサさんが拳にオーラをため、旦那と姑に飛びかかった。俺そんなこと言ってない。てめえら覚悟しとけよ。組長さんの指示通り、今から死なねえ程度に全身打撲の蜂の巣マシンガンでゴゾアラップミックスジュースにしてけじめ取らせてやっからよ。ちょ、ま、やめろ。やめて。いやー、ガチャ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 。皆様お待たせしちょったけん、今日の罪人はガラスに毒飯と最悪の S ランク特級罪人やったな。ガラスはバリンバリン、毒はポイズンポイズンのワースト罪人を逮捕逮捕タタタ逮捕。シズキッチ、なんで春が呼んどいたよ。え、電子余すところなく使ってけじめ取らせるんじゃねえの。言ってたじゃん。そんなこと言ってねえよ。罪人が命拾いした感じだな。シズキッチ、この人たちが。ああ、わかっちょ。クソポリ、俺らは何もやってない。何を言っとっとか。ガラスに毒は全部ハルちゃんから証拠ももらっとったい。今回ばかりはしょうもない言い訳と茶番は許さんからな。おい、逮捕するなら逮捕するならこいつを逮捕しろや。突然旦那が銀次を指さした。ああ、そうだそうだ、こいつはヤクザだぞ。私らはこいつらに散々脅された。ああ、脅迫罪だ。ああ、てめえらこの子に及んで何と作るってこと言ってんだ。ガラスも毒飯もこいつらの借金取り立ての脅しのせいでやったんだ。ちょっとあなたたち。ふん、黙りこくりやがったぜ。おいクソポリ、さっさとこの低能ヤクザを逮捕しろ。鈴木っち、ここにはアスナさんとミサさん、アミちゃんとハルちゃん、早乙女兄弟の二人、お前ら親子、そしてアミちゃんのお父さんしかおらん。うわっ、鈴木っち、イケメンかよ。俺もいるぜ。お前、それでも警察。わしが今逮捕すべきなんは、娘のために我慢できずに駆けつけたっちゅうどっかの裏世界の父親じゃなくて、一人の少女を自分の本当の娘やないけんと何度も傷つけて殺そうとしちょった最低な罪人親子じゃ。さっさと署まで来い。くっそー。こうして旦那と姑はボロボロの最悪な罪で逮捕さ。ガラガラ。ルカの可愛い生徒をいたぶってくれた命知らずはどこ。先生。え、あれ、カズマくん。うわ、先生もう終わったぞ。え、くぅ、うん、お前らには聞きたいことが山ほどあるけんな。くそ、なんで私らがこんな目。あ、なんか来るぞ。待て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 よ、お前ら。よくもルカの生徒、よくもルカの生徒、いたぶってやる。口の中鉄球詰めて引きずり回してやる。お前らお仕置きしなきゃ許せない、許せない、許せない。ガシャンガシャンガシャン。あちゃー、ルカさん目が赤く。なんだあいつ、鉄球振り回して追いかけてく。見つけた。おい、窓のそばまで来やがった。早くしろ、署まで連れてけ。スピード上げろ。待てー。こうして本当に二人は逮捕された。後日ってことで、あいつらが豚箱から出てきたらきっちり借金は返してもらうつもりだ。まさか私のお金があんなに取られてたなんて。ほら、アミ、えーん、あ、はーん、おー、はい、チーズ。なんで取ってる。みんなはアミのお見舞いに来ていた。てか、お前もよく我慢できたよな。私ならとにかくもう100発くらい腹にぶち込まないと気が済む。ずっと思ってたけど、お前怖すぎな、修羅の女め。だってはぁ、たまに見かけるけど、仇に手出す極道は極道どころか人間失格だ。それに問題起こしてあの子に迷惑かけるわけにはいかないしな。まともな極道。ルカもあの後鉄球振り回してパトカーを追いかけたんだけどね。あと1ミリのところで警察署に入られちゃったよ。いや、次は先生がガチャされますよ。まあそういうことで俺は帰らせてもらう。おいおい、本当に行っちまうのか。アミに何か言ってかねえのか。何度も言うけど俺は極道だ。それに今更出てきて話せることなんてねえよ。あなた、じゃあな、元気で。お兄さん。銀次が帰ろうとしたその時、アミが引き止めた。アミ、アミのこと守ってくれたの、お兄さん。アミ、そうだ。違うよ、お嬢ちゃん、俺は関係ねえよ。
礼ならそこの金髪極道泣かせにいいな。おい、ふみ、ぼんやり覚えてる。おじさんがアミのこと抱っこして必死に守ってくれてたの。もう言っちまえよ。アミ、こいつはお前の。ダメダメ。ボン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 。そう、壁に穴開いてる。俺はあいつらの借金を取りに行っただけだよ。じゃあな、お嬢ちゃん、元気でな。銀次はそっとアミの頭を撫で去ろうとした。するとアミは銀次の袖を掴んだ。ん？アミね、パパがいないの。みんなパパがいて、アミだけいなくてすごく寂しかった。でもあの日、おじさんが守ってくれた時、ぼんやりだけどパパがいたらこんな感じなのかなって、本当に嬉しかったの。おじさん、ありがとう。アミちゃん、そのおじさんはダメダメ。バチンボチンボチン。ちょっと何その変な指爪器具。おじさんも元気でね。アミ、幸せにな。銀次はアミの額に口づけをし、部屋から出て行った。やば、兄ちゃん、目から蜂蜜が。俺も目からチョコレートが。いや、なんであんたらの涙スイーツでできて、春も目からマスカットジュースが。その日以降、銀次が私たちの目の前に姿を現すことはなかった。いやー、にしてもあの人今頃どうしてんだろうね。さあな、仕事に集中しろ。兄ちゃんも泣いてたくせに。黙れ。アスナさん、4番さんのパフェできたから持ってって。はい、お待たせしました。チョコレートおじきんときはちみつさおとめスペシャルパフェです。どうも。変なクマちゃんだ。こら、アミ、すいません、うちの娘が。伝票はここに置いておきますので。ういバイバイクマーシャン。あれ、そのキーホルダー。